そこに来てる UFO が。どうもー、鳥の爪団総統です。ホラーゲーム企画、カラスの爪第612弾はこちらのゲーム、グレイヒルインシデントをやっていきたいと思います。90年代の初頭のアメリカが舞台のエイリアンホラーですね。グレイと呼ばれる古典的なエイリアンが出てくるんですけども、ホラーゲームは数あれど、意外とグレイがメインで襲ってくるゲームって珍しいんですよね。まあ、近頃では政府がね、正式にエイリアンは存在するなんていう風にね、発表してたり、エイリアンのイメージも多様化する中で受け入れ方が各々違うと思うんですけども、そんな中でのこの古典的なグレイっていうところがなんか粋ですよね。どれぐらいのボリュームのゲームなのかちょっと分かってないんですけども、今回からシリーズとしてプレイしていくので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。ということで早速どんな恐怖が待ってるのかやっていきましょう。レッツ放生マイフレンド。さあ、ということでやっていきましょう。で、このゲーム、一応日本語翻訳にも対応されてるんですけども、結構レビューを見た感じガバガバ翻訳で分かりづらいところあるみたいなんですけども、まあそこも一つの味として頑張って楽しんでいきましょう。グレイヒルインシデント、いや、めちゃめちゃ雰囲気いいよね。で、またこの音楽ね、まさにこう海外の農場って感じですよね。トウモロコシ畑、いいね、こう映画のような感じ。 Guys, can you hear me?My husband said he spotted someone or something next to our car again. I know this sounds weird, but he said it looked like an alien. But they ran into the cornfields and disappeared. I'm going to call the police. Amy, don't. I don't trust the cops or the government, or anyone else for that matter. And you shouldn't trust them either. We created our neighborhood watch for this exact reason. ああ、自警団を結成した。Brandon, I understand the situation, but this needs to stop.It's also absolutely irresponsible. 今夜ライアンをよこすなんて無責任だわ。警察には何も話すな。みんな精神科にぶち込まれちまう。それぐらいの異常事態だわ、ね。Gray, Brandon. They are gray. The only thing we can do in our situation is to board up our windows and doors. I'll try to rest a bit. But Amy, trust me. You don't want to end up in the psych ward.まあその村一帯でもうグレイに襲われてる状況、ただそんなのを警察に言ってしまったらその病院送りにされてしまうような時代背景というところなわけだよね。誰も信じてくれないと。 What does Vietnam have to do with it? Whatever. I always wear my tinfoil hat when I leave my camper van. キャンピングカーから出るときはアルミホイルの帽子つけてたね。ああ、この帽子が絶対に俺を守ってくれるさ。なるほどね。Henry's been acting strange since he came home from the forest this morning. I don't know what's going on with him. Ryan! うちの猫も様子がおかしいんだ。それにまだ帰ってこないし、ここも一つ鍵になってきそうだね。トレーラーを見た限り、なんかちょっと変わった猫が登場するんですよね。Henry is more important right now. But if I find your cat, I'll let you know, Bob. All right.I'll reach out to the other neighbors. I'll tell them to board up all their stuff. The fact is, our government is hiding something from people. 政府は何かを隠蔽している。グレイヒルでは起こり得ないことが起きてるんだ。その村の名前がグレイヒルっていう場所なのかな。まさにそのグレイが目撃情報がたくさんあるような村なんでしょうかね。Ryan Baker, the king of baseball. Yeah, Brandon. I am.まあ、今野球の話が出てたのはですね、このグレイを攻撃する上で野球のバットが出てくるからなんですね。おそらくそういう意味で、その主人公が多分ライアンっていう男性だと思うんだけども、ああ、そうだね、ありがとう、エイミーって言ってるから。まあ、その野球のバットでグレイを退治してくれる王様っていうところなのかな。で、無線機でお互い連絡を取り合ってたと。まあ、つまり、もうそういう無線とかでやり取りして自警団を、結成してるっていう状況になってくるのかな。トランシーバー。近所はほとんどの時間のためトランシーバーを返して通信していません。ちょっと翻訳の翻訳が必要。これなんかあれなのかな、その電話が使えないような状況になっちゃってるってことなのかもしれないね。これはじゃあもう、あ、でも持ってったりはできないのかな。その場に置いちゃうね。引き出しとかは開けらんなさそうだね。まあ、とりあえずこのゲームの目的として、その村人たちを救いながら、エイリアン、グレイたちと戦っていくっていうのが一つポイントになるみたいなんですけども、拉致事件なんていう著書がありますけども、私は80年代にこの本を買った。私の兄弟ボブは彼の幼少期の間に同じような何かを経験した。なんか、なるほど。みんなやっぱこの村に住んでる人たちっていうのは、ちょっとなんとなくエイリアンと親近感があったのかもしれないね。で、こちらの懐中電灯は、ブランドンはこれからの懐中電灯の
いくつかをベトナムに持っていきました。まあベトナム戦争のこと指してんのかな。ダイナモは動作しませんか。じゃあ使えないのか結局。あ、でももう持ってますね。F でフラッシュライトが使えるんだけど、しばらく使うとそのライトがゆっくりと消えてっちゃうって感じなのかな。この充電式っていうのかな、こうカチ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 やることによって明かりを照らすことができるって感じなのかな。じゃあとりあえず出てみようか。おー、砂嵐 TV じゃない、砂嵐 PC だ今日は。あ、 TV もある。で、なんかそこでなんか言ってるやついたけど、一旦こっちが気になりすぎるね。あ、なんかでもあれなのかな、ジャミングがすごい起きちゃってるって感じなのかな。その UFO か何かが出現した影響で一体の磁場が歪んじゃってるみたいなのはありえるかもしれないね。さあ、時間を失う、エイリアンに誘拐されたと主張する人々はしばしば彼らが時間を失ったと報告します。はあ、不思議な話だね。まあ、寝っ転がっておばちゃんかなんかがいいのかな。ちょっとこっち側から見ようか。何見てんのその砂嵐 TV。 Tell me what you saw in the forest today. 今日は森で見たものを教えてください。 You should ask Rachel.あなたはレイチェル、その狂った女の子に尋ねるべき。オープンなだろと。Is Rachel in there? God, I hope not. You should stop bothering me. What's going on with you, Henry? Tell me. あなたと何が起こってるのか教えてと。だいぶ心が参っちゃってるんだろうね。なんせ砂嵐 TV 見てるぐらいだから。で、その一人の女性に話を聞いてくれと言っていたね。森にいるって言ってたね。つまり森に行くのが一つの目標にはなってくるのかもしれないな。この部屋は誰かがあなたの部屋にいて、彼は窓の窓の外から出てっちゃったってことかな。うん、お、なんだ、ワンワンワン。外で、あ、マックス。シベリアンハスキーみたいな感じかな。マックスって言ったらなんかシベリアンハスキーっぽいイメージあるよね。ちょっとこれも見たいけどね。うん、雑誌でもハテナが出ちゃうね。まあ何かその戦う手段、それこそバットとかが欲しいっちゃ欲しいけども、それが出たら出たでグレイに襲われる証拠でもあるからな。怖いところなんですけども、ファーマーは隠蔽された事件の新聞の切り抜きを収集した。あー、なるほどね。やっぱたびたび話題にはなってたんだけども、結局隠蔽がされてしまっていたっていうことなんだね。あー、なるほど。ここが玄関みたいなんだけど、あ、それを行うべきではありませんって言われるから、どっか窓から出ればいいってことだな。さっきのあの1階にあった窓はダメっぽかったから、とりあえず2階。あ、でもここ全く見てないってことだもんね。ちょっと屋根裏部屋見ていきましょうか。ずーっとマックスが吠えてんだよな、そっちの方でな。マックス、マックスいましたね。なんかその小屋に対して吠えてるみたい、あっちね。まあ、ちょっと一旦置いといて、先に屋根裏部屋見とくでしょうね。倉庫みたいな感じにはなってるけど、棚には何にも特に置かれてなさそうだな。トロフィーがちょこっと、このトロフィーはブランドンのトロフィー。撮影範囲からのブランドンのトロフィーは、彼は全ての隣人にそれらを与えました。彼はそれらを格納するための任意のより多くのスペースを持っていないので。マジでわかんねえんだよなこの翻訳。あー、ここの扉かな。ここから、あ、外に出れそうだね。庭先に一応とりあえず出れるみたい。あー、で、小屋に対して吠えてると。マックス、どうした、大丈夫か。待たせたな、ごめんな。誰かいますか。小屋の中に誰かがいます。おーおーおー、一体何。それをオフにするには懐中電灯とスペースクランク、まあ、とりあえずこの充電すればいいのか。お、なんかカランカラン言ってるけど、でも明かりで液体できるほどねえ簡単な話じゃないだろう。何がいるんだ、開けていいのか。あ、でも開かないわ。ドアを壊すために何かを見つける必要がある。あ、了解了解。裏手回ってみようか。なんか上なんなら登れそうだけどね、穴開いてたけど。マックスどうしたの、おとなしくなっちゃって。まだ吠えててもいいんだよ、不審者かもしんないから。まあでもおじさんがね、ライアンが対処するから、うん、そこで舌出してなさい。じゃとりあえず一旦をなんかガランガラン言ってますけども、引き続き物資を探していこう。とりあえず明かりがあるからこっちでいいのかな。このランタンね、なぜか照らされてる。あ、待って、これじゃない、バールみたいなのあるけど。あ、これだね。ドアを開けるのに使えそう。よしよしよし、取った取った。ライトつけて、まだマックスいるよね、大丈夫だね。こういうさ、アイテム取った後戻ってきたら犬やられてました系とかは本当に辛いから嫌なんだよね。よかったよかった、開けていこう。マウスの左ボタンを押す。あ、連打か。オッケーオッケー。あ、強制的に開けましたね。いる、なんだなんだ、怖いね。そっちの奥隙間の方に入ってたっていう感じでしょうかね。あ、
勘弁して。マックス、マックスお願い、吠えて吠えて、もっと吠えて、連れてかれちゃうかもしれない。ノーマックス、あ、やんない方がいいんだ逆にやんない方がいい。あ、マックスが追ってっちゃったんだ。勇敢だね、マックス。そっちが行っちゃったんだよ。マックス、マックス、ここにいて。マックス、行っちゃった。農場の方に一帯にはエイリアンがいるんだろう。だって村中で噂になってんのに、危険すぎるって。Sounds like the neighbors are boarding up their windows. 隣人が窓の上に、ああ、乗ってる。 Guess I should do the same. あ、同じことをすべき。なるほど。一旦じゃあ。I hope this is over soon. ね、あの光何だったんだろうね。不思議な光だったよな。なんか入っていこうか。Dad, it wasn't Rachel, right? Yeah. 子供なんだね、ダディって言われてるから。It's okay. He's gone now.It was a strange light. しかし奇妙な光がありました。あ、映った。It's working now. まあ、いなくなったからじゃない、エイリアンが近くから。Good evening, ladies. しゃがむには C。 なるほど。 Lunatics and conspiracy theorists claim to have seen a UFO を見たと主張します。 The minority tries to convince other people that the small 小さな緑色のエイリアンなんだね。 The government has checked into this incident and has announced that this UFOいや、いいな、眉唾物な感じだけど、こういうニュースすごい好き。あ、カメラのレンズにちょうど反射してると。ちょっと不思議に見えるけど、まあだからフェイクニュースみたいな感じで扱われちゃってるってことだよね。誰も信じてくれてないと、世間では。まあでもとりあえず一旦裏庭の小さな男には注意しろというふうに言われましたね。彼らは嘘をついている。政府は嘘をついているの。隠そうとしてる。ブランドは正しかった。彼らはすでにグレイヒルにいる。ちょっとこの息子さん、ヘンリーはうんざりしてる感じだね。あ、ブランドンからかな。通信が入りましたね。とりあえずじゃあ一回トランシーバーの方行こうか。オッケー、トランシーバー取ったよ。I'm here. うん。私はここにいます。Ryan, something is wrong with Joe Parson, the farmer, you know? He called me a few minutes ago. He was very afraid. Then the radio connection became broken off by something. ああ、やっぱ通信が遮断されちゃってたってことなんだ。You must check immediately what happened to him. Okay, I'll go check on him. By the way, 誰かがヘンリーの部屋にいた。Henry's room. They escaped out the window. I almost caught them in our shed.そうだね、小屋にいたところまで突き止めたのに、どっか行ってしまった。Have you seen the TV news? No one will help us. We're all boarding up our windows currently. I know how to shoot because of the Vietnam War, and you can handle the baseball bat. あ、やっぱ野球のバットの話してるね。自分で身を守るしかないわけだな。Don't forget how I shot your son's hat off while wearing it when I was drunk at the barbecue last summer. Brandon, imagine how I can handle the gun when I'm sober.Leaving town tomorrow sounds like a good idea. I'll keep you updated. まあなんか雰囲気でしかやっぱ内容はわかんないね。翻訳がいかんせんがバカバカなんで。まあもうこれはしょうがないな。あとそのヘンリーの部屋っていうのが多分ここなんだけど、ここにだから侵入した形跡があるわけだよね。で、宇宙人がここから入ってきたかもしれないっていう話なわけだよな。これちなみに、あ、まあ、隠れられる。なるほど。この後そうなるんだね。で隠れるのかちょっと珍しいな。 あとちょっと残念ポイントなんですけども、だいたいこういうゲームってタブキーとかを開いたりすると、あの目標、次何したらいいかが確認できたりするじゃないですか。そういうところがちょっとないっぽいですね。これだとエスケープキーだとそのメニュー画面開いちゃうし、なんならタブキーを押すとこのトランシーバーを開きますね。なるほど。あ、でここ開けられるようになったわ。ここが正面玄関なのかな。あ、車もあるね。外出れるわ。え、窓の話なんかしてたけど、そういうことではないの。あ、こっちでなんか信号送ってるから、はいはいはい、なるほど。同じようにフラッシュライトでカチカチしてあげたらよかったってことなんだね。で、ブーブー言ってるから、トランシーバーチェックポイントには一応なったみたいだけど、これでも出たら危ないのかな。あの村人もだからその救難信号みたいなのを出してるってことだと思うんだよね。で、もう言ってるのはその牛がいるわけだね。そうだね、家畜が普通にいるって感じだな。徒歩で行っていいのかな。グレイヒルとかって看板ついてるけど、
車使えるか一応チェックしてみようか。これでも結構オープンワールド的に広いんだとしたら、あ、乗れるわ。なにこれ、身長ちっちゃちょっと、あ、ここ隠れる場所なんだ。隠れてるから身長ちっちゃいじゃなくて、はいはいはい、車もエスケープポイントなんだね。あ、これは斧持っていけないのかな、ダメなのかな。さっき野球バットの話もしてたから、その自衛するためのバットぐらいはどっかこの辺にあるのかもしれないしね。武器を持った状態で出かけたいよね、できれば。うん、一応ざっと周り見たんですけども、バットらしきものを多分見当たらなかったので、まあちょっと今何も抵抗する手段ないんですけども、行こうか、そっちの村人がいる方まで行ってみよう。わあ、そこ牛いるのいいな、雰囲気いいね。この光の表現がさ、まさにって感じだね。あ、でもこれジャンプができないんだな、ここ越えらんないんだね。となるとどっかからぐるっと回んなくちゃいけないって感じだけど、結構隣の家とかは近かったけどね、そっちも行けたりすんのかな。あ、私は間違った方向に行くと思う、うん、人生のね、過ちを犯してしまうかもしれないね。あ、でスタミナの概念があるんだね、ある程度走ると息を切らす。で割とそのわハーハーしてる時間が長い感じ。いや、ちょっとやっぱ導き方がこのゲーム若干分かりづらいな。翻訳がガバガバっていうのもあるんだけども、なんか次どこ行ったらいいのかがやっぱ、行っちゃダメは分かるんだけど、何したらいいかをちょっと教えてくれてない感じあるな。あー、ようやく分かったわ、この柵動かせますね。あー、なるほど。ちょっとこれ触れるものだと真ん中のポインターが少し大きくなるみたいなのね。ほら、こういう感じ でこれで柵を開けてあげないとジャンプっていう概念がないから越えらんないってことなんだね。なるほどね。で、とりあえずで、そこがチカチカしてるから、おお、血まみれだけど牛もうやられてるじゃない。 Is everything all right? ブランドンからだ。ライアン大丈夫って。多分 I don't think so. そうは思いませんですよね、血まみれの牛だらけ。あ、あ、あ、待って、ジャミングかかってる。こっちでいいのかな、とりあえず。わ、もう窓割れてるけど、ひびだらけ。乗れんのかな。あ、スペース、あ、これ何、もしかして操作できる。あ、レコーダーだ。彼らは私のトラクターに侵入しようとしてる。何言ってんの、小さくて灰色。あ、お前ガーだな、それよな。で、こんな笑われたわけだ、パリンとか今言ってたから。ああ、カリ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 。やば。もうまさに今、俺にも起きてもおかしくない状況じゃない、それ。あ、でもエンジンはかかってるけど、乗れないのかな。降りてみますか。なるほど。となると、この明かりがチカチカしてた正体は分かったわけだけど、そっちの風車の方行ってみますか。これでも牛もまたリアルだね。減らしてあげるね。元気？君たちはグレイにやられないでね。でもなんかあれだよね、その牛がさ、アブダクションっていうのかな、されちゃうっていうのもさ、こう昔ながらのグレイ像って感じだね。これなんだ、不明なオブジェクト、それは何ですか聞きたいのはこっちなんだけどね。これ後ででもなんか使えそうだな。ここにあるの覚えとこう。風車がガタンゴトンガタンゴトン言ってるけども、これは上は行けんのかな。あー、上は登れなさそうだね。結構でも農場も広いなあ。あー、こっちの方も行けんのかな。あ、これあれじゃない、例の動かせるやつ。あ、これは動かせないやついや、わかりづれー。そこのなんかキャンピングカーみたいのも怪しいよね。油断したくなる。あ、なんか変な光が見える、あれかな。ちょっと周り探索したけども、なんかいるぞ。あ、猫だ、これトレーラーで見たやつだ。はいはいはい、これはボブ猫ですか何ボブ猫って、変なのなんかついちゃってるけど。キャラバンに彼女をもたらす。あ、連れてくので、これにあれか、じゃあ使うのがさっきのあの風車に置いてあったアイテムってことなのかな。とりあえず猫連れてってあげたいね。なんかすっごい光ってるんだけど、魔改造されてるじゃない、エイリアンに
絶対これ反応しそうだよね。なんかのエネルギーとかになるのかな。どういうアイテム扱いなのかな。あ、でも違うのか。とりあえずでもキャラバンがどうのこうのとか言ってたから、一旦家とかまで連れてってあげたり。なんかバイブレーションの音する。遠くでなんかブーブーって言ってる。どこだ。え、猫がブーブー言ってんのかな。あ、待って、こっち側が空いてる。キャンピングカーのエリアの方が行けるようになってるわ。はいはいはい。いや、やっぱ完全にタスクを確認しないと次のエリアには進めないっていう、割と一本道のストーリーって感じなんだね。はいはい。これは？ He already boarded up his door weeks ago. I'll have to try the dormer window on his roof. 何？ドーマーの窓ってちょっと待って何一つわかんないんだけどこれは？あ、調べられるね。ボブ・ベイカーファイル。彼が子供の頃に灰色のエイリアンに誘拐されたと主張しています。彼の声明によると彼らは彼について実験を行い、彼が後で引き継いだプローブを実装しました。彼を説明するための3つの言葉は狂人、愚かと危険です。あー、結局エイリアンのことを指してるのかな。ボブは精神医学からこれを盗んだ。まあでもこの猫が今ね、こう魔改造されてるように、エイリアンもなんかその実験をしている、しかも危険な存在なんだっていうことをまあ発表したみたいな感じなのかな。そういうファイルなのかな。これは、あ、上乗れるじゃん。よし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 。いや、こういうのがね、意外と分かんなかったりするのよ。中入れるかな。あ、開けられたわ。よかったよかった。はい、入りますよ。ここがブーブーなんか言ってんのか。あー、なんかあれだね、グレイに関するファイルがめちゃめちゃいっぱい貼ってあるけど、切り抜きみたいなのね。あ、これアルミホイルじゃない。はいはいはい。アルミホイルの帽子作りそうだね。だとしたら、彼らは私を誘拐した。ボブは彼の異星人の誘拐の経験について本を書きました。ああ、なるほどね。自伝みたいのを書いたわけだ。あー、でアルミホイルの帽子もいっぱい入ってそうだね。で、この人確かゲーム内でも出会う人ですね。見たことあるキャラクター。わ、なんかもうグツグツ煮込んでるけど。あ、なんだ。あ、いた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 。あ、片目がなんか白くなってる。過去のその実験の影響なのかな。あなたの猫なんだね。I don't know. It makes a strange noise. It sounds like electricity or something. この猫だいぶやばいよ。I had a strange encounter in my backyard. There was also some kind of weird electricity. そうだよね。裏の小屋でも変な電気の光を見たんだよな。テーブルの上に置くって言ってたね。これに至っては翻訳されてないじゃない。なんか実績のロック解除されたけど。せめて翻訳してくれよ。ああ、大丈夫なのかな。猫をそこのテーブルの横の椅子に座らせたと。最近のグレイヒルは本当に危険。 No, not yet. You should do it immediately. だいぶあなたも行かれてる感じするけどね。アルミホイルの帽子買って。あ、テレパシーによってあなたの脳に入る。はあ、それを防いでんのがこれなのかな、きっと。怖い話だね。ブリキのホイールはキッチンにあります。ほう、あ、これだ。これもちょっと探したわ。ブリキのホイールっていうのが多分これのことを言ってますね。宇宙人はトランシーバーを使用するときに私たちのトランシーバーを傍受することはできません。なるほど。トランシーバーにつけてあげることで。ほうほうほう。モニターをチェックしてください。早い。What the hell is this? No, no. やばいの？やばい状況なの？非常に悪いことが起こっています。あははは。車ごと行かれそうじゃない？なんでちょっと冷静だったの今一瞬。ボブ、やばいよ。うわうわ、宙に浮いてるよねおそらく。あ、そこに来てる UFO が。やば。来た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 。ライアン、彼らはここにいます。ヘンリーは家に、そうだよね、息子一人だけ家に残してきちゃってる。カメラを持っている。私は UFO を記録するつもり。
supplement for my documentation. And then I'm coming over. Break down the door with your baseball bat. ドアを破壊し、心配を取りなさい。ああ、ちょっと早いな。タスクがまた確認したくなるやつだけど。とりあえず、マウスホイールで、なんかできるってことかな。バットが取り出せるってことなのかな。あ、これだ。このバットを、持っていって。あ、なるほど。マウスホイールで、なんか押し込みかな今。それで殴って感じだったな。変な操作。トランシーバー、多分。ヘンリー、聞こえますか。あ、やっぱ、マウスのホイール押し込みだ、これ。ヘンリーでも聞こえてないのかもしれないね。となると戻りたいからこっちだよね。うわ、いや待って、グレイが1、2、3体チェックポイントいった。マジか、息子がやられるかもしれない。いやでも奥進めないわ。ということでチェックポイント式のゲームみたいなんで、2位のタイミングでおそらくセーブできないっすよねこれね。そうだね。ということでちょっと収録時間も長くなってきたので気になるところなんですが、続きはまた次回やっていこうかなと思います。いよいよ次回はグレイトの戦闘も体験できそうですけども、今後の動画更新気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。